今日から一人旅です。相方が東京に戻ってしまったので今日から一人なんだけど、今日のスケジュール的にまあ緩く考えてるのは、今ね香川の高松市にまだいるんだけど、今日香川を出ちゃうから近くだからうどんを食べて、今から徳島に戻るんだけど神楽橋に行って、その辺に温泉もあるみたいだから温泉に入って、その後は久々のソロキャンプをしようかなと思って。今キャンプ場に電話してたら、キャンプ場の方が教えてくれた、このお店おすすめのやつにしたんだけど、これがねタイの天ぷらって書いてあった。ごちそうさまでした。うどん美味しかった、美味しかった。なんか地元の人にも愛されてるところみたいで常に満席。すごい人も並んでるし、駐車場とか関係なくいろんなところに車が止まってるぐらい大人気のうどん屋さん。おお、電車が走ってた。今走ってたら美しい渓谷を見つけて、ここに結構車が止まってる駐車場があったから、そこに行きたいなと思って適当に道を入ってみたんだけど、ここから行けるのかな。おお、あった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 。あ、へえ、ラフティングのスポットなのかな。ちなみに徳島県に着きました。キャンプは禁止らしい。道中でたどり着いた渓谷、水が綺麗。あそこでラフティングの人たちがいる。ちなみにここは、まあ、ここにいます。阿波川口の吉野川だって。いいドライブ休憩。かずら橋まで30分ぐらい。やっと着いた。長かった。1時間半ぐらいかかったかな。駐車料金400円。はい、400円。このまま入れるんだよね。かな、なんかレトロ、かわいい。スムージー飲もうかな。美味しそう。ちょっととりあえず先にかずら橋に行ってきます。すぐそばですごい工事が行われてて音がすごい。おー、これがすごい。大人1人550円、子供350円。あ、かずら橋は一方通行なんだ。長さ45メートル、幅2メートル、水面からの高さ、中央は14メートルだって。みんな一歩ずつゆっくり横に捕まりながら歩いていくんだ。足元がすごい空いてるんだろうね。行きますか。おー、うわ、ちょっと踏んでる来たのとか間違いだった。すごいね、これ確かに。物落としたら終わり。おー、すごーい。この間はちなみに、多分20センチぐらいは空いてる。やばい、カメラのここについてたレンズキャップが川の中に落ちちゃった。ごめんなさい、落っこっちゃった。絶対取りに行けないもんね。一応これ鉄なんだよね。に木が巻きつけられてそれで固定してるんだ。すごいね。この手持ちとかもすごい、なんかほんとジブリみたい。ここに走ってくる間にこの辺温泉が有名みたいで、秘境の湯っていう案内がいっぱいあったりして、今から温泉を探そうと思います。こっちから見るとすごいね、確かに。蜂蜜入りスムージー飲もうかな。うん、美味しい。この辺で採れた蜂蜜使ってるんだって。美味しい。今日帰り温泉の受付を終えてね、一応このエリアで一番人気の日帰り温泉のベランダで、ケーブルカーになっていくらしいよ。中庭を抜けてボタンを押すとケーブルカーが動くって言って、これに乗るの。手動でした。中で緑のボタンを押してって言った。これだ、運転か。おー、動いたー。贅沢になんか一人でケーブルカーに乗って今温泉に向かってます。すごいね、ここ。この体験はレア。ここ選んでよかった。はい、遊歩道もあるけどね、今日は、ね、時間がないからね。サクッと入ろうと思って言ったんだけど一瞬だけじゃもったいなさそう。温泉に行ってきます。今またね、温泉終わって走って
里っていうのを見つけて妖怪の里って気にならない？温泉最高に気持ちよかった。貸し切りで誰もいなくて、温泉が終わってキャンプに向かってたんだけど、妖怪の里、この辺はちょっと妖怪のきっと歴史みたいのがあるんだね。たまにねこうやってなんか妖怪っぽい木の像が立ってるんだけどね、多分そういうことだよね。この妖怪の小道、もう暗くなる前に着かなきゃってことで今日はもうお惣菜を買いました。料理はしないキャンプ、今日教えてもらった無料の予約もいらないキャンプサイトで、しかもね川沿いのビューらしいんだよね。ちょっと待って、これ埋まってる？出れないんだけどまあ今日はここで寝て、どこから考えるか諦めかけたんだけど抜け出せました。ちょっと四駆舐めてた。よかったよかったよかった、ありがとうジムに。夕ご飯を食べようと思います。もうすっかり真っ暗になったんだけど、今日天気パーフェクトによって寒くもなく半袖で過ごせる、すごい気持ちいい気温。ミノダのプチキャンプ場っていうところなんだけど、目の前が川で、もう月曜日ね5組ぐらいかな、サービスエリアに近いから一応トイレとか行くことができて、洗い場もあるって言ってたかな。今日買ったものはこれ、楽しみにしてたやつ、すだち酒、徳島の香り。ネットでどれが美味しいのかなって思って調べたんで、これがダントツで出てきたからこのすだち酒にしました。徳島のね名産が本当は食べたかったんだけどね、これ徳島産のって書いてあったから、イチジク、生のイチジク好きなんだよね。氷も買ってないのでもうストレートで飲みます。飲みやす、さっぱり美味しい。明日は愛媛に向かうんだけど、まだ全然考えてなくて、まあここから愛媛に向かいつつ何か所か観光スポット寄ろうかな。スイーツ系でこのね金鳥まんじゅう、本当はねスイートポテト系の食べたかったんだけどね、有名なスイートポテトのお菓子はスーパーに売ってなかったから、でこの金鳥まんじゅうがねすっごい有名らしいので買ってみました。手のひらサイズ、洋風のおまんじゅうって感じ。キャンプ場からね歩いて10分弱かな、多分サービスエリアかな、かなって朝の準備をするのに今向かってるんだけど、最高の朝散歩。今日はこのまま徳島から愛媛県に向かいます。ちょっと今日のルートを考えてて、徳島の三好から愛媛の新居浜市、東洋のマチュピチュって言われてる日本の代表的な動産なんだって、別紙動産、別紙道山に行って今治城に向かって、でその後は西の方に有名な海沿いを走る電車の駅かながあるみたいなので、そこに向かおうと思います。まずは1時間以上のドライブ、別紙道山に到着。 Google マップで別紙道山って調べたらね 5,6 箇所出てきて、多分資料館とかちょっと場所に悩んだんだけど、ここっぽいここっぽい。ちょっと待って、まさかのね土砂崩れでここの東洋のマチュピチュって言われてる鉱山には今全く入れないらしい。今行けるのは列車に乗って観光鉱山っていう鉱山の中を 3,40 分かけて歩くっていうことしか今できないんだって。残念すぎる。せっかく来たからお土産屋さんぐらい見ていこうかな。今からまたね1時間近く運転しなきゃいけないから、オレンジジュース運転のお供に買った。今治城やっと到着。所要時間は30分ぐらいっていう情報を見たんだけど、今日やっともう午後2時ぐらいなので1日が始まってきた感じ。おお、鳥居が並んでる。あ、でもここ工事中みたい、まだ作り途中かな。
下灘駅、ここから下灘駅まで1時間15分ぐらいかな。その電車が2時間に1本ずつぐらいしかないから、それに間に合いたいので稲張城を足早に観光を終えて、また運転。すっごいと、さすが写真スポット。無事に電車が来るのも見れたから、すごいね、写真スポットだね。海沿いに道の駅があるから、道の駅に行ってみようかなと。海沿いにある道の駅二見、いいね海沿い。天気良かったら良かったな。あ、ここビーチになってるんだ。すごい、みかんこんなに種類あるんだ。ってはいるんだけど、まだちょっと季節じゃないもんね。結構全部緑系が多い。はい、また今から1時間ちょっとかな、愛媛といえば一番の有名スポット道後温泉に向かいます。道後温泉内でもう素泊まりの温泉がついてるところだったらここでもいいやと思って、夜道後温泉を散策しようかな。無事道後温泉に着いてさ、ホテルチェックインして気がついたら2時間ぐらい寝てた。やばい、これは夜の道後温泉を見に行かなきゃってことで、お店はもしかしたら結構閉まってきてるかもしれないんだけど、まあ、歩いてね道後温泉のメインのところに向かってるんだけど、この道後温泉は日本最古の温泉で3000年前ぐらいからかなあるらしいよ。すごいコンパクトな温泉街らしくて、食べ歩きとか足湯がいっぱいあるらしいです。この辺から入り口だと思うんだけどな、温泉街の。すごい、いきなりすっごい跡が現れた。お店閉まってるかも。ここ本当は盛り上がってるところだと思うんだけどな、夜、昼間なのかな。ほとんどお店閉まってる。あ、ここもちょっとネットで見た、ブリュワリー直送のいろんなねビールが飲めるんだって。おお、これが道後温泉の本館ってやつかな。あ、あの後ろのアートのやつとつながってたんだね。建物がすごい。空の散歩道に上がってみようかな。ギリギリね、まだ足湯がやってるっぽい。イエーイ。あ、それかな。おお。気持ちいい。今ね道後温泉本館のお姉さんに見てたら、本当にね道後温泉はねここの一角だけみたい。道後温泉の本館に入るには整理券が必要で、朝5時ぐらいにはもう人が並び出すって言ってたんだけど、整理券をもらえたら好きな時間が選べるらしいです。で、1回の利用が30分。ここが道後温泉の別館だ。あー、このお花の床すごい、調べてた時にインスタとかで出てきた。すごい新しくて現代的な可愛い感じで、こっちに来るとスナックだったりラーメンだったり居酒屋だったりが並んでるんだ。へえ、かわいい。アーケード街で今治タオルとかをちょっと買ってホテルに帰ります。今治タオルってさ、東京とかのさコンビニとかにも売ってたりするけど、全然やっぱ種類が多くてお土産にも買っちゃった。松山空港、おはよう。愛媛に来たら一個やりたかったのが、蛇口から出るオレンジジュースを飲みたくて空港にあるらしくて。これの話、これですごいね、蛇口から、あの伝説のだよ。はい、どうぞ。たっぷり、おー、うわ、冷たい。おー、いいね。
味しい美味しい、結構さっぱり、今の季節かも。へえ、美味しい、朝にぴったり。ここが道後温泉のメインの商店街。鯛めしを食べたくていろいろ調べたんだけど、有名なところは今日定休日でやってなくて、ここは愛媛のいろんなご飯がね全部食べられる居酒屋。そう、居酒屋。でもすごいね、あの鯛めしも美味しい。これだ、あ、じゃこ天食べたかった、いいじゃん。美味しそう、豪華。なんかね、本当はこのね、鯛めしってね、まあ、2種類あるんだって、確か地域によって。おー、美味しそう。いただきます。これも食べたかった。結構ね、道の駅とかいろんなところで見かけた。すごい派手、ね、この最初歩いて来た時びっくりした。なんかすごいアートの建物ある。本館になります。おー、あ、で見て見て、今日の朝ね、ちゃんと整理券を取ってきました。8時ぐらいに来たかな。朝6時から空いてるらしいかな。よかった。なんかちょっとさ、温泉の雰囲気っていうよりヨーロッパとかの温泉の雰囲気のが近かった。え？なんか真ん中にちょっと噴水みたいな。上もさ、絵がなんか白と青の感じの絵でさ、ヨーロッパにもあるのよ。ヨーロッパって温泉有名なのね。でも和風だったじゃん。まあ和風だったか。夏が愛媛、いいかな。いいね。これでも1個にオレンジ7玉分も入ってるって。へー、贅沢。そう思うと安い。そうだ、濃厚度さっぱりとか全部見れる。ほんとだ、見た目濃くなさそう。プレミアムだって。ほんとだ、見た目なんかこっちの方が全然ね濃そうに見える。あ、でもこっちも甘いんだ。ほんとだ、あんまり甘くないのがいい。え、剣割れてるじゃん。これプレミアムだって。あ、でもこれ希少。みかんのアイス。めっちゃいろいろある。おいしそう。フランガリライス、グレープフルーツみたい。さっぱり美味しい。今道後温泉から高知に向かってる途中の四国カリストっていうロードへ向かってて、今日はそこでキャンプをします。唯一その周辺に一つだけキャンプ場があって、絶景の四国カリストを一望できる市一家かながいるような草原のキャンプ場で、そこも予約いらなくて、しかもね24時間出入りができるらしいので、道後温泉からね約2時間ずーっと山道を走って、今からキャンプです。